こんにちは、パッカークマだよ。今日は浅草かっぱ橋商店街にオープンしたばかりの浅草パンチェロッティ、パンチディーナにやってきたよ。早速行ってみよう。ここではミラノやナポリで食されているイタリアのソウルフード、パンチェロッティを食べることができるんだ。僕はボロネーゼを注文したよ。こちらがボロネーゼ、揚げたてで提供されるからとってもサクサクだよ。中のボロネーゼはボローニャの伝統的なラグーソースが完全再現されているんだって。ひき肉はゴロゴロ入っていてとっても食べ応えがあるんだ。かっぱ橋商店街の新グルメパンチェロッティ、とっても美味しいからぜひ食べてみてほしいな。今回は浅草パンチェロッティ、パンチェディーナを紹介したよ。今後もゆるっと喋っていく予定だから、チャンネル登録と高評価、おすすめのお店をコメントしてくれると嬉しいな。じゃあまたね。